あー、大丈夫ですか？大きくなった？ 耳に悪いね はい、あ、で、今日発表があったんですけど、なんかここがね、テカテカしてる、なんでだろう。はい、なんか今日発表あったんですけど、ディーホリックさんと、AKB のユニットですね、アイルとティントリップ、ディーホリックさんって言ってるの、ディーホリックさんとアイルとティントリップのコラボが決定しました。イエーイ。第1弾目は嬉しいことにね、私とエリーちゃん、ティントリップから私とエリーちゃん2人でモデルをさせていただいたんですけど、これから、アイルからだったりティントリップからだったり、アイルとティントリップのコラボもあるかもしれないし、なんかまだ全然私も知らないんですけど、第2弾第3弾とどんどんやっていくと思うので、あといろんなメンバー、ティントリップとアイルのメンバーの中からいろんなメンバーの組み合わせで多分これからもやっていくと思うので、お楽しみに。そう、あとディーホリックさんのお洋服も今回いただいたりしたので、今後お話し会とかで着れたらいいなって思ってます。ねえ、ほんとどれも素敵で綺麗に撮っていただきました。メイクさんもとてもなんか楽しかった 楽しくて、またお会いしたいなって思ってる。よかった。なんか多分イメージ的にはエリーちゃんが可愛い系で、私が大人っぽい系担当だったんですよ、その日も確か。服装とかもね、なんかね、そういう感じだったんです。だからメイクとか髪型もそういうとこをちょっと意識してやってるので、そこが出てたらいいなって思ってます。あ、そうそう、ザ・大人の女性みたいな、私がそっち系で、でエリーちゃんがなんかガーリーみたいな感じの違うやつでやったんで。よかった。そう、この撮影で使ってた黄色のリップとかこの撮影の時使ってたんです。だからそれでめっちゃ黄色のリップ可愛くて、また使いたいと思って。よかった。これずっと言いたかったことです。ほんと早く言いたかったことですね。ちょくちょく言ってるじゃん、なんか早くみんなに見せたいよみたいな。なんだっけ、インスタでツインの動画上げてたじゃん、あの日これしてた はい、なんかツインの、なんでツインしてんのみたいな、撮影中だよみたいな感じのやつやってたのをこれでした。なんかここ最近はあれですね、お知らせがすごく多いですね。そう、あと AKB48 のアジアフェスティバル2021の選抜にも今回選んでいただいてて、だからそれもすごく楽しみ。はい、あと あさっての歌番組「プレミアムミュージック2021」にも出演させていただきます。日本テレビさんで放送の。でもお知らせがいっぱいだからね、やば。そう、放送、そう、出演させていただきます。生放送だよ。生放送です。ねえ、いっぱいだよ いっぱいだよ。あ、そうだね、選抜でのお仕事も増えたね。長谷桃はすごいですね、ほんとね。どん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 活躍していくんじゃないかな。あれですね、やっぱ若手がね、どんどん選抜入ってきてるから、なんだろうな、世代交代というかね、そういうのを感じるね。
長谷桃とかエリーもね最近選抜常連になってきてるし。で、あと何だっけ、あそう、あとお話し会の追加の CD 発売かな、お話し券付きの CD がまた発売されることが確か決定しまして、うん、はい、発表されたね。うん、でメンバー日程はしたらしいです。うん。なんか、あらかた見ました。うん。あらかた見ました。あ、この人この日私出るんだな、あるんだなっていうのは自分に見てて、でもちょっと変更もされるかもしれないから、まあ明日の発表を楽しみに。お、くまちゃん、くまちゃんタワーありがとうございます。え、それな、本当に会いたいよね。それな。ね、でもまあこのご時世難しいのかなっていうのも現状ですよね、本当にね。いやね。ねえ、お風呂上がりかなって。いえいえいえ。いや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 、これからお風呂です。うん、あでそうですね、今日かな、今日発表があったのかな、チームメイトなくなったりしないよねって。もちろんです、もちろんです。もちろんですよ、うん、ということはないですよ。逆にこれまでめちゃめちゃ応援していただいてたので、トヨタさんには本当に感謝の気持ちしかないです。トヨタさんのおかげで、ね、イベントも初期の頃からたくさん出させていただいてたし、あと全国ツアーもやらせていただけたし、でその全国ツアーやったことによって皆さんとも会えたし見つけてもらえたし、うん、だから本当に感謝しかないです。うん。はい、そうですよ。そうですね、本当感謝しかないです。はい。感謝しかないです。私はそれしか言えないかな、うん、実際そうだし、何ですか？ね、まあ今は舞台頑張ります私。やば、あと5分だって。全然あれだよね、なんかもう、うん、アウトな気がするってか、アウトだよね多分。ね、もう時間的にアウトな気がする。え、ちょい慌ててる今、時間なくて慌ててる。慌てるよねちょっと、うん、ブッチになっちゃうよみんな、ごめんね。ね、早く早く、あ、ランキング発表しとこ、あのね、
ね、行けるといいね。行けるといいね。切れるまでもうやるね。で、ランキング発表を13位の方、13位までやりますね。もうさらっとになっちゃうけど、今日。ごめんなさい。じゃあ見ます。13位、ゆいゆいアットマーク。配信遅れるのはみゆが頑張ってる、何よりの証拠。3、12位が、オスワルド。3、12位おめでとうございます。ああいつもの癖が出ちゃう。はい、次11位がコッサスミユシ。10位が和田さん。9位がカカアイナさん。8位がナンナン48さん。7位がウミウミさん。6位がアスランヒデちゃん。5位がクックさん。4位がピールケさん。アットマークタイグナイカーさん。3位今日もお疲れさん。2位ジョークスノーさん。1位がヌーコップアットマーク。1位科学先生さん。誰読んでないと。11位松ぼっくりさん。12位はジノシンさん。9位テオネオさん。8位ユイユさん。6位タモアさん。5位がパルエイト氏。4位がジョークスノーさん。2位がヌコッパ。はい、読んだかなみんな。はい、ありがとうございます。ありがとうございますね。今日久しぶりに入ってた方いたのに、なんか話したかったけどごめんなさいね、本当にね。では明日の配信時間います。スクショタイムは今日もうなしで、はい。明日の配信時間は23時からにさせてくださいね。ルン夜ハンシブットパンソンへようこうパジュセヨチャルタテリンダ。そしてトモローショールームアット 11pm ウォッチプリーズ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、10位読んでないとな。ピシアさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあいけるか、どうだどうだどうだ。ギリギリで出る可能性もある、もしかして。まあね、別に、続けば続けれたでラッキーだし、まあ今日で途切れちゃっても明日からも全然するから。日にちなんて関係ねえぞ。日にちなんて関係ない、関係ない関係ない。続けることに意義があると思ってます。はい、うん、早くこれ終わったら寝ます。またねー、おやすみなさい。じゃあじゃあ。